皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。以前にですね、こちらのシグマの 20mmF1.4 っていうレンズ、これが紙レンズですよと、成形写真的に紙レンズですよっていうお話をしました。でね、今日紹介したいのは同時発売になったこちらです。 24mmF1.4 っていうレンズですね。この 24mm がね、そんなに評価高くなかったんですよ。そんなことないけどなっていう。いや、私ね、このレンズね、過小評価されてると思うんですよ。なんか 20mm に比べるとあんまり良くないみたいなね。つうかね、あのね、このレンズを基準にすると何もかもがちょっとおかしいことになるので、そこ一旦フラットにしてね、この 24mm を見た方がいいんですよ。このレンズ 24mmF1.4 は成形写真的には素晴らしいレンズなんですよ。で、私実際撮ってきた写真を見せながらそれをご説明したいと思います。じゃあ今日も行ってみましょう。ちなみにこの 20mmF1.4 と 24mmF1.4 の違いね、一応説明しておくと、レンズヒーターを取り付けるときにこう引っかかりになって便利ですよっていう、このレンズヒーターリテーナーがある分 20mmF1.4 はちょっと大きいんですけど、 24mm の方はそれがないので小型軽量コンパクトになっています。まあ、両者の違いっていうのは外観上はそんな感じですね。まあ、重さもだから 24mm の方が軽くなります。実際その星空の写りっていうところでちょっと画面を見ながら説明したいと思います。ここにデータが書いてあります。 24mm の F1.4 DGDN アートで撮影しましたよってやつですね。で、撮影データが感度 12800 F1.4 5秒で撮影したやつです。なんかこの F1.4 が使えるっていうのが当たり前になってくるとちょっと良くないね。 2.8 が普通だったのが 1.4 で使えるんだと、なんか 1.4 で使えるのが当たり前みたいなさ、 1.4 で使えなきゃダメみたいな感じの風潮になっちゃうのも良くないなと思うんですけど、この 20mm の F1.4 がそういう時代にしちゃったよね。だからまあこの 24mm の F1.4 も F1.4 の時うんぬんかんぬんって言われてるんですけど、今これ何も画像処理してないですからね。何も画像処理してないです。で、中心見まーす。はい。おー、鋭いですね。鋭いね。これも笑っちゃうぐらい鋭いですけど、はい、周辺見ます。右上見ます。周辺像が 20mm の F1.4 ほど良くないって書いてあったと思うんですよ。どう思うこれ。普通に見てさ、鋭くない？ 1.4 だよ、これ。F1.4 ですからね。全然いいでしょ。これ赤道儀使ってないですけど、全然いいでしょ。あの、強いて言えば周辺、真ん中よりも周辺の方がややぽっちゃりめ、ややぽっちゃりめではございます。でもこれ十分いいでしょ、 F1.4 で。で、だってこれ F2 に絞ったら、ほらこれ F1.4 から F2 に絞っただけでめちゃめちゃ周辺原稿改善するんですけど、 F2 にすると周辺、それから周辺中、真ん中、それから周辺、周辺像っていう感じですけど、自分はこのレンズ F2 から使いたいかなって思いましたね。実際 F2 でタイムラプス撮ったりしてるんですけど、で、 F2.8 までいくともう完全に周辺原稿もなくなり、全体的にフラットに映りますよっていう、ここの辺は 20mm とほとんど大差はないですね。いいんですよ、このレンズも。で、シグマさんのページ見るとさ、アート F1.4 の最高性能、いつでもどこへでも日常使いできる成形レンズ誕生っていうことで、まあ、成形写真だけじゃなく成形写真以外の用途でも幅広く使えますよっていう、いろんなところでもう汎用的に作られている、で、星でも使える性能、製造が映せますよっていうのがこのレンズなんですよ。でも 20mm の F1.4 のこのレンズがあまりにもそのなんていうか分かりやすいプロモーションがされて、星で使いますよってね。で、画角も 20mm で広い、で F1.4 の性能が素晴らしい、紙レンズだっていうことで、なんかこれと完全に比較されちゃったっていうのはこの 24mm の F1.4 DGDN のちょっと不運なところですよね。
普通にその20の F1 っていうのと比べないで他社と比べてみって感じですよ。全然いいよっていう感じなんですよ。これがあのこのレンズの真実だと思います。もしかしたら個体差とかあるのかもしれないし分かんないんですけど、24の F1.4 自体は全く問題なく成形写真で使える素晴らしい性能を持ってるんだよっていうことを伝えたい。これが過小化評価されてるんじゃないかって言った理由なんですよ。違う写真も見てみましょうか。赤道儀で追尾をしてないからなるべく狭い範囲でね、写真を製造を比較した方が正当なその製造の評価ができるよってことで縦構図やりましたけど、横構図の写真を見てみましょう。要するに今度ねこの写真をね、S5-24mm の F1.4 で、感度6400の F1.4 の5秒っていう数値ですね。はい、なります。で、真ん中を見るとまあ問題なくしゃで、右上見るとはい、ちょっとぽっちゃりにするかな真ん中と比べて。で、左上見るとこっちが一番地球の自転の影響を受けやすい、こっちがちょっとサジサルコマフレアが出てるね、ピッと出てます。でもね、よく考えてこれね 200% 拡大して見てますからね。 200% 拡大してこんなちっちゃいサジサルコマフレアが出るんですよ。 100% にしてみるとわかりますか。うん、だから普通にプリントしてあーサジサルコマフレア出てるねってこれで気にする人は結構神経質ですよだから普通に見たら全く問題ない性能を持ってるレンズだっていうことです。他社の24の F1.4 ってこんな風に映らないですからね。めちゃめちゃいいよこのレンズ。私動画も撮るじゃないですか。で、動画撮影の時は私 24mm 使ってるんですよ。 20mm だとちょっとねワイドすぎるんだ。シグマさんもこのレンズ、その普段使いができる成形レンズっていう風に歌ってるので、だからその時にそういう動画撮影で使う分にはフォーカスもすごく滑らかでスムーズで音も静かでフォーカスブリージングが少ないんですよ。だからジンバルに乗せて撮影する分にも結構まだ使えるなっていう、こっちはそういう感じなんですよね。だから私はもう今まで他社の24の F1.4 使ってたんですけど、こっちにもう完全に乗り換えちゃったんですけどね。まあそういうですね、幅広く使えるレンズなんですけど、成形レンズとして決して評価の低いレンズじゃないんですよっていうのをお伝えしたいです。はい。このレンズが決して悪いわけじゃなくて、20mm と比べると成形レンズとしてちょっと劣るけど、他社のレンズと比べたら全然いいよっていうことです。それを皆さんにもご理解いただければなと思います。っていうかこのレンズ私めっちゃ気に入ってるんで、 24mm はこれからも動画撮影でも写真撮影でも使っていきたいと思います。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。